イル届きましたね。今日は見ての通りこのアイシンイグニッションコイルを装着したいと思います。アイスだけにアイシングッドサインよろしく。トネのレンチです。こんな、これ真ん中でもできるんですよね。ではまあここでまだか結構これねめんどくさいんですよね。どんだけかかるのかな。エンジンカバーこんな強く入れはめる必要ねえと思うんだけどな。えこれはやべ。よし。もしかしてバカになったかな、わかんないけど。はい。エンジンカバー外したところ、この1番2番3番4番交換してきます。あ、こうちぎれてこんなになってます。外してきます。どうしようかなこれ。あとどうすればいいんだこれ。これもなんか適当にはめ、あ、これだけか。プラグは外した。次このボルトか。硬いボルト硬いんでちょっとでかいの使います。こっちか。はい、ビス抜けましたね。さあプラグこのまま抜けるのか。まず何もなしで簡単に抜けますね。1本2本3本でね、ヤフオクとかメルカリでね、中古で保証なしとかっつってこう売る人いますから気をつけてください。こんなの。ここんな十何年とか経ったのを買ってももうダメですから、まあダメってまあ機能はしてますけどね。でこいつらを4本取り出すわけだ。で4本取り出したわけだ。1234装着します。はい、1番。これなんか中こういう溝入ってたり、このゴムがちょっといい感じですね。やっぱ違いますね。アイシン、ちゃんとアイシンマークが前に向くようになってますね。素晴らしい。ゆっくり、よし、はまったかな。2本目もゆっくりはまったかな。3本目もはまったかな。4本目もはまったかな。はい、ボルト戻しました。はい、締めました。はい、爪を折れててはめれないところをこのダイソーのバンドで留めます。結束バンド。この灰色のやつは爪がねしっかりはまってるんですよ。ここがね黒いのね劣化してね壊れるんですよね。バチンつって。でも買いません。買ったら2000ぐらいなんですけどね、もう買いません。バンドで留めます。こんなとこね開けないんでね普通ね。はい。まあね、ここね一応外れないようにここにねフック作ったんですよ。フック作ってこうすればここに、はい、こうすればこれ抜けないじゃないですか。完成です。はい、こうやってつなぎました。私の頭脳をフル回転しました。はい、これ多分小学3年生いや1年生でももっと上手にしますね、きっと。これ私のね脳みそフル回転してここまでしましたね。はい、うん、これ以上無理です私の頭。さあとりあえずイグニッションコイルをアイシンに変えてエンジンスタートしてみます。まあこれじゃわかんねえか。まあ普通だな。でもちょっと速くなったかな、かかりが。どうなんだろう。やっぱり数値で測んないとダメですね。数値で示さねえとな。なんかちょっと良くなったとか加速が良くなったとかなんか適当に口で言ってますけど、やっぱ数値で示さないとね伝わりませんよね。しかも車両によったり条件によって全く違いますからね。321何しようかっていうとね、全部これぶった切って外して新しい新品プラグに変えますね。えこれかっこよくないですか。 NGK プレミアム RX 仮面ライダー違うか。これなんかねここにね突起物があるんですよね。このビンビンビンつってこれがなんか特殊金属じゃなかったかな、確か。プレミアムな型番はね BKR 大文字6 ERX-11P でストックナンバー 94915×4 本セットですね。これね、これはちょっと読めないですね、細かすぎて。これはまあ全世界で発売されてるから、英語バージョンと日本語ですね。 NGK プレミアム RX スパークプラグに求められるあらゆる性能を高次元で凌駕した次世代プレミアムスパークプラグ、新素材ルテニウム配合中心電極。ルテニウムすげえな。イリジウムを超えるルテニウム採用で耐消耗性、耐酸性化性が向上。白金突き出し外側電極が実現した極限の着火性能。外側電極オーバル形状採用による抜群の燃焼効率。高い着火性能と燃焼効率がクリーンな排気と電備向上を実現。素晴らしい。早速入れてみよう。とりあえずこの邪魔な、いちいち切らねえとダメなんだよね、これな。いちいち、まあそうなっちゃったからね。でですよ、まああっちいな、あっち走ってきたばっかでね、暑いんですよ。もう直接触るのあっつみたいな。ちょっと暑いな、もうすでに暑いんだけど。とりあえず比べてみますね。プラグ抜いたね。これが最高のアイスにはアイシン、覚えてください。アイスにはアイシン、ナンバーなんか書いてあるな、これな。ESCT-00034D15。 これ違いあんま分かんねえな、大きさ的には。ただこのアイシンマークがかっこいいっすね。アイシンどうですか、アイシンいろんな角度から。はい、次プラグ抜き出さなきゃいけないですね。プラグ熱々です。はい、 NGK プレミアム RX、 これ4本セットですね。かっこいいですね、これね。4本セット、こういう感じでここぶつけないように保護されてますね。衝撃与えるとね、この間の距離が変わっちゃって性能が悪くなるんですよね、きっとね。でここがルテニウムなんか出てますね、出っ張ってますね。特殊素材ですね。特殊な、これ以上は接射できるかな。すげえな、これな。先っぽの形状がちょっと特殊ですね。ちょっとっていうかかなり特殊ですね。こうやれば見やすいか、うん、黒よりも、うん、なんか突き出てるっていうか、すげえな。これ加速良くなるんじゃないですか。指導性も、あと着火性能、素晴らしいですね。交換します。はい、交換します。4本、4気筒4本、6気筒6本、8気筒8本、10気筒10本、12気筒12本考えるまでもね、が24気筒は24本ですね。私の ANM10G のエンジン型式はこちらプラグのサイズ、レンチサイズ 16mm で OK ですね。こういうようなやつ、こういうゴムで取るようなやつですね。これで取ります。取り出しますね。とにかく、はい、どうですか、この取り出したプラグ。かなり汚れてますね。かなり、まあすす付着はしょうがないんですけどね。まあ一回清掃したんで先っぽの方はそんな汚れないですね。これは素晴らしい。全然違いますね。同じメーカーさんでも RX NGK でも。見てこの汚ねの。で、見てこの綺麗なの。新素材ルテニウムですよ。先っぽ形状を比べてみます。さあどうだ。なんか左のは3点式みたいな、右は新素材ルテニウムが完璧に出てますね。これですね。突起分かります？分かりますよね、皆さんなら。すいません、なんか画面ぶれちゃって。でこれが新素材、これが3点式の。無駄になんかスパーク、変なスパークしてそうですね。はい、これの違いです。はい、すごいと思います。はい、2本目外したと。関節5銀つった。はい、3キロ目。はい、3本目です。やばいんだよこれ。なんか抜けないんだけど。バカになってるネジや。やば。やべえ。ネジバカになってる。あ、なんかだいぶ綺麗じゃないですかこれ。うん、綺麗になってんな。うん、綺麗になってんじゃないこれ。うん、まあ新品プラグ RX NGK 入れてきます。赤になったらあれだから手締めにするわ。いいんじゃねえかなこれ。あ、これが正しい図。はい、これプラグの、カプラーが折れて爪がない状態。これを作る側にします。こここういう感じで、なんつうの、配線金具を作りましたよ。フックになる感じでね、引っかかる。でこれをここにはめ込めば、この爪が引っかかるっていう寸法です。まあこれをここにこうはめると、爪が引っかかって抜けない状態になりました。まあこんな状態ですね。はい、結局なんかめちゃくちゃに負けました。ただ黒なんでね、あんまり違和感ないですね。白いタイラップだとね、出せんでね、黒に。これだったらいいと思います。あとは、エンジンカバー戻して終了です。なんでこここんな顔たくさんだろうな。分かんないよなと思うわ。エンジンヘッドカバーこんな地になってるとか。本当に。さあ NGK スパークプラグ RX、 てめえの実力を見せてみろ。エンジン始動。まあ特段まあすごいんじゃない？うん、すげえな。ワンスモアやっぱり0100とかでデータ取らねえとダメ。わかんねえ。さあアイシンイグニッションコイル and NGK スパークプラグプレミアムRX、 さあダブルで新品交換。おめえらの実力見してみろ。0100でな。いくぞ。32110ベタ踏みしてからちょっと過信までもたつくが、さあ60からの回転がさあさいた。100超えました。どうなんすかね。正確に測ってみないとわかんない。